ザオは海上保安庁のヘリコプター1機搭載型巡視船、津軽型巡視船の4番線にあたる。選手記号は当初は他の大型巡視船と同じ PL とされていたが、後に PLH に変更された。また、交渉線形も当初は単にヘリコプター搭載型と称されていたが、2機搭載の水穂型の出現によってヘリコプター1機搭載型となった。 1983年3月19日に竣工し、塩釜海上保安部に配属された。大型巡視船の船名は、本来なら、海峡、当初に由来することになっているが、塩釜海上保安部付近には、金華三海峡以外に、海峡、当初がなく、仮に、金華三または、金華と命名しても、金閣市などと揶揄される可能性があった。このため、 巡視船の命名基準としては、本来なら小型巡視船に用いられる山の名前では、あるが、座王連邦にちなんで、座王と名付けられた。2011年の東日本大震災の際には、地震発生から津波到達まで猶予がなかったことから、出港できず、停泊状態で津波を受けたために経流策が切断し、 漂流状態となったが、船内にいた一部の乗組員によって、怒りを投入し、座礁を免れた。平成30年度予算で延命、機能工場工事費が認められ、2019年8月にかけて工事を受けた。回収費は約32億円であった。ありがとうございます。